今日のお店は雨降ってまして、お客さんは0人と。前に作ったものを紹介してみたいと思います。いいですね。題名は星空。これはですね、この葉の部分のこの、葉の部分は枝切りバサミ、枝切りバサミをこの薪ストーブで叩いて、最初こう向いてたんで、こうして、でここを磨いた、削って、刃にしたって感じですね。でも切れないです、模造刀なので。でも ちゃんと土と炭と砥石を割合で溶いて塗って、このこの塗るんですよ。塗って、その塗ってない部分に焼きが入るんですよね。何回も失敗して失敗して、ようやくそのなんかその感覚みたいなのがあるんですよね。その土乗せて乾かして、なんでその熱するんですよ。熱して、で真っ暗にしてですよ、真っ暗にして、で水の中にジェーって入れるんですけど、そのここの部分、この土が乗ってない部分だけそのギュッと急冷したいんですよ。その土の部分がまだ熱い状態でにして、その焼きを入れたいんですけど、そのなんかその入れっぱなしじゃなくて、そのジュッジュッとか言って、その感覚が本当に感覚で、でこっちの束の部分は焼き物ですね。陶芸、釉薬塗ってというね。この枝切りバサミやってるから、この穴がね、歪んで面白い模様になったなと思って、という作品ですね。